新生児横断は、新生児に見られる横断。証拠の一つ。大正期の胎児は成人と比較して、赤血玉数が1.5から2倍程度多い。これは、胎盤での酸素交換が肺より効率が良くないため、胎児は成人と比較するとわずかながら、酸素不足に陥る。これを補うため赤血球を増やし、必要な酸素量を確保している。 新生児のことを赤ちゃんと呼ぶのは、赤血玉数が多いため皮膚が赤く見えるためである。出生後、肺が使えるようになると赤血球型となり、余分な赤血球は、脾臓で破壊される。この破壊された、赤血球中の赤い色素ヘモグロビンが、黄色い色素のビリルビンとなり、皮膚が黄色く見えるようになる。これが新生児横断である。新生児横断自体は、 生理的な現象ではあるが、時として、血中ビリルビの濃度が過多となると、大脳基底核などに沈着し悪影響を及ぼすことがある。日本人では98%、白人では60%に、新生児黄断が発生し、男子に多く低体重児ほど強く現れやすい。本性は、高ビリルビン血症のため起こる。ビリルビンには、 関節ビリルビンと直接ビリルビンの二つがある。生後24から48時間に現れる早期横断は何らかの疾病によるものである。ビリルビンは赤血球が破壊されることによって産生される。胎児期は胎板を経由して母体が関節ビリルビンを代謝するので、胎児期には横断に至らない。肝臓が成熟していくまでの経過で、ビリルビンの代謝が不十分であるため、 生理的横断に至る。多血症や母乳分泌不足による脱水、大便排泄遅延なども横断を助長する。出生後24時間以内に発症する横断では、ビリルビンの酸性が更新する病態を疑う。具体的には、ABO 式血液型不適合などの溶血性疾患の存在を念頭に置いて対応する必要がある。1円性横断では、 ビリルビン脳代謝排泄の障害を疑う。母乳性横断が最も多い。白色ビや直接ビリルビン高値を伴うときは、単独閉鎖症や新生児肝炎などの単純訴えを来たす病態を疑う。ビリルビン脳症は、アンバウンドビリルビンの神経毒性に由来する。早産児は、正規産児と比べてビリルビン脳症を発症しやすい。早産児。 ビリルビン脳症は、アテトーゼ型脳性麻痺、オーディトリーニューロパチー型聴覚障害、動眼神経麻痺による、情報中止障害などの神経症状を呈する。新生児横断の分け方には、横断が見られる時期による分け方と、横断の病態による分け方がある。新生児横断は、時期によって、創発横断、生理的横断、千円性横断の3つに分けられる。 双発横断は、生後48時間以内に見られる横断。生理的横断は、生後2日から2週間程度に見られる横断。千円性横断は、生後2週間以上に見られる横断である。また病態によって、交換節ビリル貧血症、硬直節ビリル貧血症の2つに分けられる。疾病が原因とならない横断は、何らかの疾病が原因となる横断は、などである。 症状は横断である。重症な横断の新生児は、核横断を発症し、脳障害の後遺症を残す。生後24時間以内に現れる、横断生後3週間以上続く新生児、横断市民、哺乳不良、液刺激性、呼吸困難急速に悪化する、横断発熱抗戦療法を受ける、新生児治療法として、抗戦療法、効果輸血、 ガンマーグロブリン点滴療法がある。疾病が原因とならない横断の治療は、横断の程度と原因とによって、下記のような治療法が選択される。2017年に発表された、神戸大の基準では、総ビリルビンチ及びアンバウンドビリルビンチを下記のように組み合わせて、適切な対応を導き出す。カクセル内の値は、左から順に、ローモード光線療法。 ハイモード抗戦療法、効果に輸血の適応基準値である。人だけでなく馬や豚等の動物でも発症することがある。ありがとうございます。